夏至のタイミングではそのエネルギーに便乗して、ここから先自分が望む未来をもう一度強く思い直してみましょう。自分がしっかりと細かいところまで思い描くことができる未来は実現できますからね。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて地球上で節目とされる暦がいくつかあるんですけど、その中で最も忘れてはいけないのが冬至と夏至です。で、天体的に見てもそうですし、スピリチュアルな視点からしてもとっても大切な日なんです。で、その夏至がもうすぐやってきます。で、今年の夏至は6月21日。今日は最高の節目を迎えるために、夏至までに今からやっておくといいことをお伝えしたいと思います。で、その前に夏至についてここで簡単におさらいしましょう。で、夏至は北半球の地域にとって1年の中で一番太陽が出ている昼の時間が長い日なんです。で、反対に冬至は一番夜の時間が長い日ですよね。夏至と冬至の昼の時間を比べてみると5時間近くあるそうなんです。で、太陽のエネルギーが一番降り注いでいる日なので、太陽の誕生日なんて呼ばれたりもするそうなんです。で、一日の始まりを告げる太陽は始まり、スタートの象徴です。で、何かを始めるには大なり小なりパワーが必要ですよね。で、太陽には新しいことをスタートさせるだけのパワーがあります。それにスピリチュアル的な視点から見ると、この夏至を境にエネルギーの流れが変わります。人によってはこのままの流れに乗っているのではなくて方向転換する時期かもしれませんし、新しい選択が目の前にやってくる時期かもしれません。その時に太陽のパワーを意識しておくと、力強く新しい流れに乗っていけたり、迷いなく選択することができるんです。で、それには夏至までに太陽のパワーを受け取ることができるように準備しておくことが大切。ただ夏至の強いエネルギーも少しずつなんですが流れ始めているので、ネガティブになったり体調が崩れる人も出てきているかもしれません。当てはまる人はこのスピリチュアルな夏至のパワーを浴びているということなんですよ。で、当てはまったら特に今日の内容は大事になるのでやってみてくださいね。ということで、6月21日の夏至までにしておくといいことを5つお伝えしたいと思います。まず1つ目、夏至までにするといいことは自己決断するです。で、さっきもお話ししたように、夏至のあたりはエネルギーの流れが変わる転換点なので、新しい道を進むのか、それとも違う道を進むのかなんて選択が目の前に現れるかもしれません。仕事でもパートナーシップでも趣味の面でも一見困難な道が見えてくるかもしれませんね。でもそれでもその先は明るいんだと信じて突き進むのか、その道を進むのは諦めて違う道へ進むのか、そんな感じの選択が迫られる時になるかもしれません。で、どっちの道を進んでも正解不正解はないんですね。ただその選択を自分で決断すること、これがポイントなんです。自分の人生に責任を持てる人はこの先何があっても幸せで豊かな体験をし続けることができます。でも自分で選択するのが怖いとか、自信が持てないから自分で決断できないでいると運も逃げていっちゃうし、自ら幸せをつかむことができないんですね。なので夏至あたりにどんな流れが来たとしても自分で選択できるように太陽のような力強さを取り戻しておきましょう。日々の練習としてね、今日は自分が食べたいものだけを食べると決めてレシピを考えたり、自分が行きたいなと思う場所に出かけていく、その自分の意思を相手や家族に伝えるということを心がけてみてください。仮に家族から反対されて自分が行きたかった場所に行けなくてもそれで OK。 自分の意思を表示するだけでも自己決断と同じエネルギーを放すことになるんですね。自分の中には太陽のような力強いパワーがあるんだということを意識して過ごすようにしましょう。
そして夏至までにするといいことの2つ目は、普段行かない場所に行くです。例えばインドア派の人はアウトドアに挑戦したり、行ったことのない県外に出かけてみたりするのもいいですね。普段行かないような場所に行くことで新しいものが目に入ったりするので、自分の中の価値観を変えることができます。特にアウトドアを普段しない人からしたら、自然の中で過ごして自然と共存する体験は新たな発見があったりすると思うんですね。こうやって自分の価値観を見直すことで、自分の可能性をもっと広げていくことができます。夏至はエネルギーの転換点なので、ある意味自分の新たな可能性が開く時でもあります。凝り固まった考えや物の見方から離れることで、軽やかにエネルギーの流れに乗っていけるし、ここからどんどん新しいことにもチャレンジしていくことができるようになります。そういう人は運気も比例して上がっていきますからね。そして夏至までにするといいことの3つ目は、体調を整えるです。夏至に向けて太陽のパワーが最高潮に高まっていくので、どうしても体に影響が出てしまう人もいると思います。天体もエネルギー調整しているわけですから、地上で暮らす私たちだって調整が必要なんですよね。体がだるい、熱っぽい、めまいがする、睡眠とってるのに眠い、逆に眠れないなんて症状が体に現れるかもしれません。そんな時は宇宙から強いエネルギーが降り注いでいる時期だから、仕方がないと潔く諦めて、無理はしないように過ごしましょうね。体の声をよく聞いてあげるようにしてください。それには瞑想して、体の隅々まで意識をしたり、お風呂に入って体を休めたり、プールとか海に入れるような環境であれば、水に浮かぶと体がどんなことを伝えたがっているのか分かるようになりますからね。そして夏至までにするといいことの4つ目は、2つとも少し関連しますが、デトックスです。体も心もどちらもデトックスするといいんです。夏至はこの先の未来のエネルギーも流れていきます。なのでデトックスしてクリアで軽やかな状態にしておくことで、どっちに進んだらいいのか明確になるし、一つ目でお伝えした自己決断もしやすくなるんですね。それにクリアな状態にしておくと直感も冴えてくると思います。デトックスには酒を効果的に使ってみてください。例えばお水を飲むとき、少し塩を混ぜてみたり、良質の塩を舐めるのもいいですね。あとはエプソムソルト入りのお風呂だったり、あとは浄化風呂もおすすめです。私も好きなんですけど、浄化効果も高いしね、体の発汗作用もあるのですんごくすっきりします。あとは体に負担にならないようなヘルシーな食事を心がけるようにもしてみてください。そして夏至までにするといいことの5つ目は、未来地図を書くです。夏至のタイミングではそのエネルギーに便乗して、ここから先自分が望む未来をもう一度強く思い直してみましょう。自分がしっかりと細かいところまで思い描くことができる未来は実現できますからね。このタイミングで自分が何を望んでいるのか、どうありたいのか、未来地図を思い描いてみてください。今日は6月21日の夏至までにするといいことをお伝えしました。強力でパワフルな節目の夏至を気持ちよく迎えてくださいね。夏至までにこれやってみるっていうのがあったら、ぜひ教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、みんな体調は大丈夫かな。夏至の前後ってエネルギーが強いので不調の人が続出するんですけど、夏至はターニングポイントになるので、しっかり休んだり整えておいてくださいね。でね、私この間久しぶりにマッサージに行ったんですよ。そしたら、あなたの体は重症ですって言われました。ガーンって思ったんですけど、でも思い当たりすぎてるんですよ。ちょっと私本当に体整えなきゃいけないんですね。ということで、私も体を夏至までに整えようと思います。じゃあね。